はい、こんにちは。今回は青色のカラー剤を薄めると分かることということで、今回使った薬剤はエドルのアクセントカラーのアッシュですね。青系の薬剤をクリアとライトナーで倍率を変えて薄めていき、分かることを見ていきます。で、今回の目的は単純にクリア剤で薄めた時と他の高明度の薬剤とを混ぜた時との違いと活用方法を探るということで見ていきます。元の色は黒髪にブリーチを3回した状態ですね。で、比較するのはそれにアクセントカラーの青、こちらが3から4レベルとなってるんですけど、そちらと比較して見ていきます。なので、3から4レベルというと黒レベルになっているので、今回の例えば色味が19番とか20番、青紫とか紫みの青だとすると、これが中心にずれていくと白っぽくなる、薄くなったり透明感っていうのが出るんですけど、外にずれていくと黒っぽくなる、まあ、そういう印象を持ってもらって、今回の状態だと3から4レベルなので、この20番とか19番が外にずれている状態ですね。その状態をどういう感じで薄めてなるのかっていうのを見ていきます。まずはクリアで薄めるとこうなるということで、そのままアクセントカラーで染めた状態が左の毛束ですね。これにクリア1に対して青が2、こういう感じで薄めていくとこれぐらい変化が出てきます。もう黒っぽさっていうのがなくなって、こういう感じで仕上がってます。で、こちらにクリアを増やすとどうなるのかということで、今度はクリア2に対して青が1です。さらに透明感っていうのが出てるんですけど、青み自体もちょっと薄くなってるっていうのがわかるかなと思います。次に脱色、ブリーチ力ありだとどうなるのかということで、ライトナーで薄めるとどうなるのかというのを見ていきます。この一番右がライトナー1に対して青が2ですね。このクリア剤で薄めた時と比較してみると分かると思うんですけど、色味がずれているのが分かると思います。例えばクリア剤が1、今回一番右がライトナーが1、同じ倍率なんですけど、色味自体がちょっとずれてるのが分かると思います。色相関で見てみると、これが右にちょっとずれてるんですけど、こういう変化が分かります。次に一番右がライトナーが2に対して青が1ですね。また倍率を変えてみたんですけど、今度一番この中で透明感が出ている、明るさも出てる、で、色も一番ずれてる、こういう感じになってますね。これを色相関で見てみると、例えば青紫の黒だったものが徐々に紫みの青から青という感じで、20番、19番、18番と色がずれていきながら、黒から白に明るさですね、光レベルっていうのが上がっていってる、そういう感じでこの結果から見てわかるかなと思います。なのでライトナーとかクリアで薄めるとこういう感じでずれていくっていうのと、あとはどういう感じで混ぜていくとどうなるのかっていうのを、ここの結果からイメージして応用していければいいかなと思います。ということで今回は以上でした。